昭和初期のシャナシャナ村は、北海道根室振興局シャナに属する村。同じエトルフ島内の流別村に次ぎ、日本国内で2番目に大きな面積を持つ村である。ただし、2020年現在シャナ村を含む北方領土に日本の死政権は及んでおらず、法律上のみ存在する村となっている。村名の由来は、アイヌ語の山内から。 当該地域の領有権に関する詳細は、千島列島及び北方領土問題の項目を、現状に関しては、サハリン州クリル管区、エトロフ島ソ連崩壊後のエトロフ島の項目を、参照のこと。別用側川口付近の白い崖エトロフ島中部で、オホーツク海へ突き出している、サンプ半島周辺にあたる。半島にはカツカのサンプ山がそびえ、エトロフ富士の愛称で親しまれた。 シャナ沼周辺など、比較的平地が多く、牧場では馬だけでなく牛も飼われた。中心集落のシャナと別比は、半島の付け根に位置し、特にシャナは、島内第一の集落として、いち早く市街が形成され、産業、行政の中心地となっていたが、シャナ市長が廃され、根室市長に統合されると衰退し、昭和に入ってからは、流別村に抜かれている。現在、 シャナ村に関する戸籍事務は、根室市役所が代行している。なお、戦前の戸籍簿、除籍簿の一部は、釧路地方法務局根室市局に保管され、根室市局が、証明書の請求窓口となっている。根室、千島歴史人名事典による。8月15日現在総務省統計局、国勢調査ソ連占領後のシャナは、ロシア名クリリスクとして、 サハリン州クリルカンクの中心地となっている。また、別費は、レードボーとなり、ギデロストロイ社の大規模な水産加工工場が、立地している。人口は、ソ連崩壊直前の1989年に5157人、2006年は3634人で、ある。ありがとうございます。